はい、ヒロです。今回は、水ミミズについてお話したいと思います。水槽内で飼育していると、ろ過装置の中とか、床材ですね、あそこの床材の中に白い中ミミズみたいなやつがたまにいると思うんですよ。あれすごい気持ち悪いですよね。あれをどうすればいいかについてちょっとお話したいと思います。はい、これ軽く自己紹介させていただきます。自分はアメリカ出身で物心ついた時からずっと魚を飼育してます。で、スキューブダイビングのインストラクターも家業だったのでずっとさせていただいております。で、ペットショップで売ってる魚はほとんど飼育したことがございます。海水魚淡水魚問わずですね、今年で23年目になりますね、魚の飼育。はい、で、 LINE とか Twitter とかで、その飼育の仕方とか結構発信してますので、ぜひ、ご覧になってください。じゃあさっきの話の続きをします。水ミミズ、白いあの気持ち悪いやつですね。あれどうすればいいかっていうと、とりあえず砂利とか、そこの中とかのフィルターとかに溜まってる有機物あるんですよ。魚の糞とかから出てくるあの有機物が溜まっていって、それを食べてるんですよ。で、それを餌として、増えていって増殖しちゃってるので、水会社とかその辺のレベルだと根本的な、なくすとかできないんですよね。で、どうすればいいかっていうと、基本的にフィルターの中の、ろ過剤をですね、あれを一回水洗いする。飼育水で洗っても全然いいと思うんですけど、最悪飼育水でもダメだったら、まあバクテリアが減っちゃうってデメリットはありますけど、水道水とかでジャーって洗っちゃって、泥抜きみたいな感じで有機物を減らしてあげる。あと、水槽の中の、そこそらですよね。あれもちょっと取って入れ替えて、水洗いとか、飼育水でもいいですが、洗ってあげる。で、そこら辺をしてあげると、水ミミズの数はガクッと減ります。とか、いなくなります。はい。なので、その辺がすごいおすすめですね。ただ、床材を交換するときも難しいので、灯油のしっぽしっぽあるじゃないですか。あれの大きいやつが売ってるので、あれの大きいやつで、床材の方、水を抜きながらろ過してあげて、捨ててあげるっていうのが多分一番楽かなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。はい、水ミミズ結構汚いってないと気持ち悪いって思ってる人がいっぱいいると思うんですけど、さっきの方法でですね、1個目言ったろ過装置のフィルターのところの水をかき回して洗ってあげると、底砂ですね、底砂のやつをまた水洗いしてきれいにしてあげる。この2つを完全にすれば水ミミズの数はだいぶ激減して、むしろいなくなるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。